で、えー、まとめとしましてですね、えー、なぜ Google マップを対策する必要があるなという、あるのかということですね。えー、こちらをもう一度、えー、振り返ってみたいと思います。まずですね、一つ目、えー、Google マップは、まあ、日本でですね、まあ、70%以上の人が使っているということですね。まあ、これからますます Google が、まあ、増えてくるであろうということですね。で、まあ、これ大事なんですけど、検索すると Google マップが一番上に出てきてるんですよね。まあ、これはもう、 確実に Google マップが地図を重視をししているということですね。まあこの点をですね、しっかり踏まえていただければというふうに思います。で、3つ目ですね。まあ地図のアプリですね。こちらに関してはもう9割以上 Google のものになっているということですね。まあ競争は終わってるんですね。結局もうほとんどが Google マップを使っているという事実ですね。で、Google がですね、本当にもう大量に広告費を使って CM を流してます。 えー、Google マップを本気で流行らせようとしております。で、実際流行ってきているという事実ですね。まあ、これを、えー、どう受け止めるかということが大事になってきます。で、それからですね、えー、5つ目ですね。ユーザーがその結果お店選びに一番利用しているということですね。なかなかやっぱり40代、50代の経営者の方が中心になるとですね、えー、まあ、テレビを見ていないのであんまりそういう実感もなかったりですとか、 あと、ユーザーが本当に Google マップを使ってるのかなっていうのがあんまり実感がない方が多いと思うんですね。まあ、あの、お子様方にですね、20代、10代いらっしゃいましたら、ぜひ、あの、どういう使い方をしているか聞いてもらってほしいと思うんですね。Yahoo を使ってるのか、Google を使ってるのか、で、お店を選ぶとき、何、どういうやり方をしているのか、ということですね。まあ、おそらく SNS、Facebook とか、え、Instagram、Twitter を使ったりとか、 まあ、検索をして Google マップ経由で来ているというのが、まあ、ほとんどになってきていると思うんですよね。やっぱりポータルサイトは使わなくなってきているということをですね、えー、まあ、早く知っていただければというふうに思います。それから、ここも大きいんですけども、無料で使えるということですね。まあ、ユーザーが使えるのはもちろん無料で使えるものなんかほとんどなんですけども、まあ、ビジネスオーナー様も、まあ、無料で使えるということですね。今までわざわざお金を払っていて、払ってポータルサイトで集客していたものが、 お金を使わずにですね、集客をできるっていうのは、これはすごく画期的なことなんじゃないかなと思います。で、まだですね、国内でまだ5%も気づいていない、対策していないということになりますので、えー、少しでも早くですね、こういった対策をしていただければと思います。で、さらにですね、まあ、コツを知っていただいてスピードアップして、えー、集客アップしていただければ、私たちサポートもさせていただくこともできますので、ぜひあの、ご活用していただければというふうに思います。 はい、えー、最後にですね、せっかく来ているお客様を取りこぼしておりますので、えー、しっかりと Google マップ整備をしていただいて、集客アップ、売り上げアップにつなげていただければというふうに思います。えー、長い時間ですね、ご清聴ありがとうございました。